どうもメロです。ケビン・ラブね、今見てたんですけど、なんか怪我がこれなんかないのかな、怪我してなかったのかな、なんかわかんないですけど、なんもなってないんですよね。まあ、いいのかなと思って、はい。とりあえずケビン・ラブの状況はそんな感じです。で、まあ、VC、まあ、前の動画ね、マイキャリアの時に言いますっつって貯めた VC、がっつり映ってるんですよね、この画面でね。2万ぐらいです。なんで、がっつり映ってたんで、まあ、いいやと思って。で、まあ、この2万をね、ちょっとマイチームモードの方に使おうかなと、今思ってます。本当に思ってんのね。で、まあ、覚醒シリーズのリクエストも来てたんで、で、もう私自身も本当に正直欲しいので、覚醒シリーズは。どっから行くんだっけ？これか。OK。で、やっぱり、最初は VC で買えたっけ、オークションって。パックだけか。じゃあパック開けてマイチームにしなきゃいけないんだ。マイチームコインにしなきゃいけないんだ。あら、そうか。じゃあまあ見てみますか。覚醒ターナーがね、やっぱ欲しいんですよ。いいですね。やはり覚醒ターナー。ダイナミックもあると。あとは、まあ、今のところやっぱり最初に欲しいのは肉じょんかなと思うんだよね。なんだ。ニック・ジョンソンは、やっぱブロンズなんだ。ちょっと上がってますね、でもね。全然上がってると思いますよ。ダイナミック。これがダイナミック。ターナーより割と高いのがちょっと気になるんだけど。なんでなんだろうね。即決とかないかな。即決ないんだ。2700、2800あるんで、覚醒ターナー買いますか。まあ、今作もね、覚醒なのか、違うな。あれ？ターナーって、さっきどうやって打ってた？打ってねえのか。エヴァンにしたのか。覚醒ターナーにしようかな。最初はね。即決1400あるんで、まあ安いのがいいかな。契約も5だし、これ。ダイナミックにした方がいいのかな。どうなんだろうね。こっちだな。明らかにミドルがこっちの方が高い。買います。はい。で、オークション結果。で、コレクションに追加。で、ラインナップ。OK。いや、本当に勘弁してほしいんですよね。外入らんスモールフォワードって、特に現代に至ってはもう、現代の NBA においてはもう、本当にいらんでしょ、そんなのね。よし。いや、でも、
これさ、マジックプレイに、プレイ丸をしたらいきなりなんか怪我してる選手がいますとか出ないよね。あ、いけそう。また負けたわ。ちょっとね、今回はマジでやるよ。っていうか、シクサーズの時もなんかこんな話してたな。マジでやりますみたいな。やれや、最初から。何考えてんの？さて。まあ、覚醒ターナーがいるのでね、だいぶいいとは思うんだけど、まあ、かなりね、依存度は高くなっちゃいますよ、やっぱり。ターナーに対するね。なんで、序盤はやっぱり、早めに、まあ、ラブかターナーを休ませてあげてっていうところなんだよね。お帰りください。来たよ、覚醒ターナー来たよ。はい、覚醒。来てるなぁ、これ来てるなぁ。なんだ、邪魔くせえな。これちょっと見てください、このディフェンス。もう成長してるでしょ、明らかに。まあ決められたけど、何してんだよおでんよ、頼むぜマジで。あ、それは今のやばいね。やべ、おーしよしよし、アフォロでいいよ、アフォロでいいよ。まあイメージの話なんだけど、まあ、ラグはそんなに打たせなくても、まあスポットスポットで決めてくれる選手だと思っているんだよね。まあ前回のゲームはちょっとあんまり打たせてあげられなかったけど、うん、このターナーからのラブっていうね、ホットライン、なんかやっぱりその今回のマイチーム何が難しいかっていうと、やっぱりそのシルバー、ブロンズ、ゴールド、まああとなんかあんのか、ブラックダイヤとか、そこら辺のレアリティの違いが露骨に出ちゃうところがちょっとなんか、うん、気に食わんなっていうところがちょっとあって、なんか課金ゲームみたいになってるんだよね。重課金者を求めてるのかなっていう気がちょっとしちゃったのよ。ブロンズでもいい選手っていたんですよ、前はね。それがちょっと、なんか変わったな。ターナちょっとリリースタイミング変わったな。オッケー、そんな何回もねやられないよ、オラディポにはね。ちょっと遅くなってるねターナはね。まあいいですよ、覚醒していることには変わりはないね。このね、この横の引っかかりがな、慣れないんだよな、まだな。ちょっと遅いんだよな、さっきから。
完全にオラディポにやられてるパターンだわ。いや遅いなマジで。なんだうまいことを、うまいこと合わせなきゃダメなんだけど。よしよしよし、さすがラブですよ。あそこはちょっと待って、ちょっと待って、マジで、マジで、ミスマッチだよ。いや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 。あんなバックが通るかよ。オッケー。もラブだけだな、本当に本当にラブだけだな。オフボールでもよく動いてくれるんだよねラブね。あのもらいやすいところに。なんかめちゃくちゃ強くない？今回マジック、何これ、何なの？これとかもこの距離ね、このペイトンとの距離ね、これ打てたんですよ前は。でもね、もう打たないん。はい、来たー。覚醒。覚醒だな。来たよ。来てるよ。もうちょっと早めであればもう決めちゃうっていうね。あの覚醒ターナーのあの感じがね、帰ってきましたけども。皆さんこれを待ってたんでしょ？グラント、ラブ休ませて、マカドゥ。マカドゥ入れるよ。はい、で、あーセンターかー、ガソルだなやっぱり。次は次ガソルかな。もう赤いから、ターン赤くなってるかもね。なんで打たなかった。3か、3じゃないか、さすがにね。まあこうなるとちょっと肉醤が欲しいんだけどね。それは入らんでしょ。ターナーなめんなよ。このね、もうこれだよねこれだよね、このターナーのこの良さね。これ出てる、存分に出てるよ、この。今シーズンもターナーすごいっすね。使いやすいわ。すっごい使いやすい。よしよしよし。パスクソかよ。まあ、マカドゥだもんな。ちょ、求めすぎてるな、マカドゥに。なんだ結果、俺結果、俺おいしょー、来てるよ来てるよ、完全に来てるよこれ。やっぱ怖いのはターナーの体力なんだよね。微妙だな。あそこ入ってくれてもいいんだけどね。止めよう、ここは止めよう。どうなってんだそこ。フライ開けすぎだろ。チェニングフライ先輩だぞ。フライパイセン開けたらもう痛い目見るんだぞ。
あ、そう。あ、そう。あれ、緑じゃねえんだ。え、なんで？クソか、マジで。マジでクソか。迷子だし。こんだけブロンズが使えないマイチームをね、ちょっと感覚的にね、ちょっと信じられないんですけど。何？そろそろターナーを休ませてあげたい感じはある。スタミナターナー67だもんね。もうやばいよね。無理させると怪我しちゃうから。グラント、変えよう。ターナー変えよう。ほんと怪我されたらやばい。ちょ待って、ちょ待って、今ダメだ。ほんと分かりづらいんだよね、この操作がね。ほんとに入らん、それは入らん。どうしようかな、どうしようかな。ここでしょう。あ、なに？勝負してこい。よし。ちょ、ほんと、ほんと変えたい。さすがにターナー怪我したらもう、ほんと、へこむわ。ちょっと、すっげえやんなくなるわ。コーチクリップボード、選手交代。うわ、やばいね、ターナーね。バファローも変えてあげようかな。じゃあ、ラブ・マカドゥで。やっぱ常にラブかターナーのどっちかをね、コートに置いておきたいんだよな。そこの、そこの2つしかないっていうのが辛い。何をしてるんだ君たちは。本当に来たよ。お前じゃ無理だ、オラディポ。ちょっと待って、うざい。ピックがマジでうざい。やべえな。勝てそうな気がしないんだけど。じゃあね。グッバイ。サンプソン、ミドル入んねえからな。辛い、辛いよ。辛いよ。ほんと辛いよ。まあ前のゲームの感じを見るとマカドゥもちょっと使ってあげていいかなっていう気がするけど。あー、グラント空いてた今。強っ。すげえ開くなあそこな。やばいな。いや、ほんとやばいぞ。なんとかしないぞ。10、10、14秒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 。
打っちゃう。4ゴー。全然休ませてあげられてないな。ターナーな、スタミナ90ってなってたもんね。回復してないんだよな。よし、よし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 。まあ3じゃなかったけどもしょうがないでしょう今のね。もうペイトンすげえ空いてんだよなこれな。 CPU どうなってんだこれ本当に。なんで戻したけど、いやマジどうしようこれ本当。よし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 、思わず無言になってしまうボール運びね。危なっかしくて見てらんないよな。もうあれもうウイングコーナー空いてんだよな。よしよし、無理はしない無理はしないよ。どんだけだよ。あぶねえ。マカドゥよく走ったわ今な。ミスマッチだからいいよ。コンディ。いたかこれ。全員飛んでたわ今。何？ダブルアップジャンパーが本当に今作入んなくてね。かなりちゃんと判定、移動判定を切ってあげないとしんどいよこれ。だな。3点差なんてこのゲーム内容じゃね、合ってないようなもんだからね。怖いよね正直。いいよ、いいよ、タナ。タナいいよ。タナはいいよ。すごい。まあ、おいおいね、慣れてってね。うん。まあ、15の時も、実際、そのターナー、獲得してすぐに、覚醒ターナー、覚醒ターナーって言って、あがめ始めたわけじゃないからね。ちょっと時間を置いて、メロ怪我したり、なんだりやって、ちょっとじゃあターナー使ってみようかってことで、ターナーブレイクが始まったので、どうしようかな。おいしょーい。いやここだなやっぱりな。やっぱここしかないわ。ラブとターナーのこれしかないね。だからこれがもう安定すぎて、ターナで打つまま行ってもいいし、ラブに入れてあげてもいいっていう。こう見てこのオデンのこのディフェンス、あのオデンがここまで上がってきてますよ。よ
ましょう。どけこれ。頼むよペイトン、マジでペイトン、マジで頼むよ。はい、来た。よいしょ。このハゲなかなかやるな。ジミーじゃない方のバトラーね。ジミーバトラー取ってくださいって言ってた人いたな、去年ね。うん、まあ、なんで取らなかったかっていうと、ちょっと嫌なことがあったからだね。私のチャンネルでリクエストしてくれたんですけど、まあ話に聞いたところですよ、実際確認したわけじゃないですけど、なんか他の 2K の実況者様のところ、ホップスはじめ、まあ、ホップスって誰っていう人は、私の100回記念、1年記念の動画を見てもらえばわかると思うんですけど、まあ、いろんなところで、バトラーのリクエストをしていたというのがね、ちょっとね、発覚しまして。なんだよ、俺だけじゃねえのかよと思ってね。小さいけど、小さい、すごい小さいところなんだけど、やっぱね、テンション下がるのよ、そういうの。なんかね、こう、引っかかるんだよね。ちょっと、断ったっつうか、まあ、後にしてってやってたら、もう1年過ぎちゃったんだけど、まあ、今回はね、そういうのないようにしたいですけどね。あと、レブロン取ってくださいとか言う人たまにいますけど、それはなしね。それはなしで。うん、面白くないでしょ、多分、レブロン取っちゃうと。うん、とか、いらないし。実際、レブロン、そんな好きじゃないしさ。レブロンが悪いわけじゃないんだけどね。フライ先輩。OK。時間ある。さて、どうしようかな。やはり、ここはこの。OK! 完璧。ターナーラブですよね。完璧ですよ。見たかと。ね。これが覚醒ターナーですよ、皆さん。まあ、覚醒ターナー言ってますけどね。こいつ何を言ってるんだ、こいつはと。まあ、言う人いるでしょうね、多分ね。最近チャンネル登録してくれた人とかは、まあ、覚醒ターナーって何のことっていう、何のこっちゃっていうことだと思うんですけど、まあ、もう説明しないですよ。さすがに。いろんな動画でしてきてるんで、もう説明も入れないですけど。優しくねえなー、新規に。んー、どうしようかな。おい、まあ、覚醒シリーズって何っていう人は、なんだろう、直近だったら何の動画見たら早いかな。 2K15 のマイチーム実況の一発目見たら、出してます、少なくとも。オラディボさんさ、さっきからファールなんだよね、全部ね。分かってる？そこらへん。おい。ザルですな。
マジで本当に本当にラブ引いてよかったね。本当にこれラブ引いてなかったらって思ったらもうゾッとするよな。いやいいですね。ちょっとターナーの体力が気になるところ。アファロにして、グラント、ネルソンでもよかったかな。ペイトンマジで使えねえ。まあの動画内でしょっちゅうこうあの選手は使える、あの選手は使えないとか言いますけど、実際の選手とは関係ないですからね。もう あらかじめ言っときますけど、いやいいっすね。マカドゥ、マカドゥいいな。お前もお前もいいわ。すっごい頑張ってる。そう、もうこういう選手大好きなんだよ。泥臭くてさ、リバウンドとディフェンスが生きがいですみたいな、すげえ好き。自分不器用ですからみたいなね。そのすげえ好きでも分かんねえかそれもな。いてててててててサンプソンも結構頑張ってるよね。67かフリースロー、よし。何点差、ちょっと点差見せた今。10 15 14 14か。結構開いてたね、いつの間にか。マジか、なんで、何今のフェイク、何今の奇怪な現象が起きてたけど今。ラブの、ああいや、すげえラブ怒ってる。ラブすげえ怒ってる。さすがに？さすがにそれはダメ？マカドゥ、早く下がってくれ。ちょっとやばい、ちょっとやばい。ちょ、ターナーに最後の一踏ん張りしてもらいたい。早めにねタイムアウト取ることが大事なんですよ。どっかのバカみたいなヘッドコーチとは違ってね、私は早めにタイムアウトを取ります。ネルソンにしとこうかな。ネルソン、マファローが完全にターナーの介護官になってるっていうのが辛いところだよね。ニックスの選手だしね、頑張ってほしいんだけど。 OK、 ネルソンしっかりと決めてますね。ちょっとやばかったけどね、流れ的に。マカドゥ、よしよしよし。アッファロ、よし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 。さすがにそれ決めたら見限るぞお前。決めたらじゃないわ。外したらね。そうですか、いけるだろお前。ああ、おい、タナタナ外、あっついてた、よっしゃい、よっしゃい。トバイアス・ハリス、貴様も我が軍に加えてやるぞ。ん？どうだ？あ、でも使わなかっただっけ？
昨シーズン、あ、それはアーロン・ゴードンか。ゴードンはちょっと使いづらかったね。昨シーズン使ってたんですけど、ちょっと使ったけどすぐオークション行きにしちゃったかな確か。オラディポがね、もう影なんですよね。前半はオラディポ頑張ってたけど、もうすでにその存在はもう影の中っていう、もう完全もケビン・ラブがもうね圧勝してるんですよ。来たよ。あ、なになに、ちょ待て、止まりなさい、止まれこら、止まれこら、止まれっつったら止まれこら。まあまあもう勝ったでしょう、間違いなくね。ちょっと遅くなっちゃうねターナーね。何こいつ、ラブの上から取りやがった。まあもういいですよ、ほらもうフルコートも来ないからね、もうね。もう鉄板、鉄板コンビで、おいちょい、ターナー地味なんだけど、多分見てる人分かってないと思うけど、あんまり伝わってないと思うんだけど、ターナーねパスがすごいいいんですよ、変に乱れない。だピックで使っていいし打っていいしで素晴らしいよね本当に。でもスモールフォワードってやっぱこうあってほしい。うん、なんだ君です、勝てる気でいるのか。何ネルソン、ネルソンちょっとボール置いてきちゃったよ、残念。はい、ということで勝利。勝利勝利、ケビン・ラブかな。17得点3アシスト5リバウンド、完璧ですね、すごいわ、文句なし。まあいいや、500ってちょっと低いよな、600はいかんとつらいだろう。ああ、ボールが、ああボール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 、え、消え、何そこにある、もういいわこの手のバグをねいちいち拾ってたら 2K ほんと終わっちゃうからね、プレイする暇ないからね。さて、パック開放、開放じゃない、パック開封の、コーナーですけれども、やっぱハリスが欲しいっすね、選手としては。まあブセビッチ、ビッチ出ねえだろう、ビッチは出ないよ。903、まあまあいいでしょう、もうここら辺はサクッと。はい、シルバー出る確率がある可能性があるので、だペイトンかハリスかな、やっぱ欲しいのは。うん、まあゴールドは出ないと思うんだよ、報酬は。だからこのどっちかですよね、右端か左端、これは多分だよね。で基本的にやっぱり右端に選手っているものなんですよね。だからまあこっちは何、おネイピアいいじゃん、いいじゃない、いいじゃないですか。うーん、ペイトン外すか、マジでネイピアにするか。はい、じゃあ、まあ、こんな感じでね、なんとかマジック、まあやっぱ覚醒ターナー様々ですね、本当にいるだけで全然違う、ボール回るしね、またね。
困った時にターナーに預ければいいというこの絶対的安心感、やはりこの覚醒シリーズ今作もおそらく健在ということでしょうね。まあ機会があればニック・ジョンソンもねそのうち獲得したいと思いますけど、まあリクエストが溜まってるんで、まあ、次はビッグマン欲しいかな。だからパウ・ガソル獲得を目指していきたいと思います。リクエスト待ってますけどもすぐ答えられないよすごい溜まっちゃってるから今、うん、なんでまあほどほどにねすぐは答えられないですよっていうことだけ念頭に置いておいてくれれば、リクエストしてくださって全く構いませんというか嬉しいので、はい待ってます。次回はなんだろうな、わかんないけど、まあまだまだでもないのか、年末今年最後の動画に向けてどんどん更新していきますので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。それじゃあメロでした。